はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便、今日はこんなお話です。はい、今日はですね、またベースのショップに新しい商品を加えますよということでですね、告知なんですけれども、以前にですね、レターパックのこの封筒ですね、レターパックの封筒って綺麗に広げるの難しいよねということで、僕がこうしてますという話をしたんですけれども、その時にね、動画の中で、レターパックを広げるのに僕がこういうの使ってますよっていう、まあ手作りのですね、段ボールを切って重ねただけのものなんですけれども、こういうのを使うと便利だよっていうのをやったんですけれども、やったらですね、コメント欄のところにですね、これまあね、サイズとか測って別に段ボール切って重ねるだけなんですけれども、まあ不器用なので作ってほしいですっていうコメントがありまして、まあこんなもんね、いるんだったらまあ作ってあげてもいいけどっていう話を書いたんですけれども、まあ送料等々かかるから、まあ有料ではあるんですけれども、ですね、まあじゃあ作りますよっていうことでですね、今回作ってみました。はい。で、前は本当に切ったやつを普通にですね、このマスキングテープでベタって貼って終わりだったんですけども、さすがにこれ商品っていうのもなっていうことでですね、まあもちろん同じ段ボールなんですけれども、でも適当に切ったやつなので、まあこんな感じではあるんですけれども、一応ボンドで留めて、まあテープが貼ってあるのは、まあちょっとね、そこはなんとかしようっていうのと、まあ表裏なんとなくこうしてはあるんですけど、うちに来た段ボールの種類がいろいろあるので、まあこれ適当にありもので作ってます。これね、言っとくよ。ね。新品の段ボール買ってきたわけじゃなくて、うちに来た段ボールを、まあ、切って作っているので、まあ、表裏ね、あんまり汚いのが外に出ないようにはしてますが、中に入ってるところはですね、まあ、適当に、内側になるようにしてですね、印刷面とか内側になるようにして、組み立てておりますということで、こんなものを作りました。ね。なんで、まあ、もしですね、レターパックの封筒、レターパックあるいはレターパックプラスをですね、綺麗に広げるのに、まあ、手こずっているよと、で、いう方がいらっしゃいましたらですね、まあ、販売をしますということでですね、今回こんなものを作ってみました。ね、なんか、乗っけてくれたら買うっていう人がですね、二人今いるんですね。なので、とりあえず少量ですけれども、手作りで作ってみました。で、まあ、どんなものかというとですね、まあ、改めて説明しますけども、レターパックってこれ綺麗にこう箱型に広げるの難しいよね、というのがありますので、これを使いますと。で、レターパックよく見ると、こういうね、角のところに、ね、折り目が入っているので、そこのところでね、きちんと折ると、一応箱型になるような設計にはなってるんですけども、なかなかそれが、うまく折れないんだよね、ということで、そういう時にはですね、まあ、この、段ボールのですね、このやつをですね、まあ、角がちょっと取れてる方をね、こう入れて、で、この中に入れます。で、この口のところだけ破らないように気をつけて入れていただいて、これギュ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 と奥まで入れますよと。ぐっと。ずっと入れていきます。で、入れていきながら、ここのところですね、折り目がこうついているので、そこを折ると、まあ、綺麗に、この、ちょうどこの、段ボールの角を利用しながら折っていただけると、まあまあ綺麗に折れますよというところですね。こんな感じです。ギュ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 ッと。はい。で、こっち側もですね、ここが硬いんだよね。案外この、この、折り返しでね、こう、2枚重なってるところの角がですね、まあ、なかなか折れないっていうのがあってですね、折りにくいよねっていうのがあるので、そこのところをですね、こうギュッと折りながら進めますよというところですね。で、こうやって折ってあげると一応折り目がつきます。で、反対側もですね、まあ、こうやって折ってあげるとだいたい箱型になりますよと、ね、はい、こんな感じです。で、こう奥まで入れて折りますよと、はい。まあもうこんなの別に適当で送ればいいじゃんっていう人はですね、こんなの別になくてもいいんですけれども。で、この耳のところですね。耳のところをグググッとやってあげて、今度は底の部分までグッと押し込んで、よいしょ。はい。底の角をきれいに折ります。こう折り目が、きれいに出てくるので、こうやって折ります。反対側もここですね。はい。やってあげるとですね、ギュッと。よいしょ。こんな感じですね。はい。で、こうやって折ってあげると、はいと。まあまあ、なんか四角くなりましたよと。で
で、四角くなったところで、あと注意するところはここですね。ここの角のところをグッと押して、こう押します。押すとですね、まあ、こんな感じで、ここ三角になるんですけども、こんな風に折れます。折って、三角にしますという感じですね。はい。で、蓋を折り曲げて、こうします。で、きっちりここまでしまったら、これをですね、端っこの部分を、ここをグッと折り返してあげると、ほら、まあ、綺麗に箱状になりますよということで、これで荷物を綺麗に送れますというのが今回の製品です。もちろん、あれですよ、荷物を送るときにはこの中身を出していただいて、よいしょ、ね。こう出していただいて、ここにですね、物を入れてくれると、まあ、割と、気持ちよく箱型になるよというところですね。という感じです。はい。こんな風にして送れる、段ボールのただの板です。なんですけれども、まあ、要望があったので一応作りましたけれども、ですね、まあ、自分で作る方はですね、横がですね、31センチ、縦がですね、22センチかな？です。なんで、22×31cm の、四角いのを、段ボールを切ってですね、重ねてあげて、厚み的にはですね、トータルでこれ3センチまでだとレターパックのライトで送れるやつなんで、まあ3センチの間違いがついてるんですけど、3センチにすると、袋がいっぱいいっぱいって破けちゃうので、なんで、大体ですね、厚み的には、まあ、2センチ強ぐらい、2.5センチとか、そのぐらいの厚みになるように、これを作るとちょうどいいかな、というふうに思いますよ、ということで、今回はですね、こういうものを作ってみました。色とか不揃いだったり、こういうところですね、普通に段ボールの、切れたまんまなので、まあ、そんなすごい綺麗なものではないですけれども、まあ、こんなんでもいいよ、という方はですね、注文していただければと思います、と。いうことで、今回は、文豪のですね、こういうですね、なんか切り口出てきた。はい、本当にね、手作りで、お送りしますということなので、それが分かっていただける方のみ、ご購入いただければと思います。ということで、ベースのショップで販売いたします。よろしくお願いします。以上です。